下腹が気になる方におすすめなデッドバグという腹筋を紹介していきます。以前デッドバグの動画を載せたんですけども、お腹に効く前に腰や首が痛いといったコメントがいくつか来ました。ということで今回は下腹に効くデッドバグを初級、中級、上級3つ紹介していきます。各5回行っていきますので、一応どれもやってみてください。もし腰や首が痛くなるようでしたら、痛くない分を選んで継続してやってもらえたらと思います。今回の動画を最後まで見てもらうことで、自分のレベルに合ったデッドバグはどれなのか、どうすれば首や腰が痛くならずにお腹に効かせられるのかというのが分かってきます。お腹が気になる人は最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下腹ポッコリ改善におすすめなデッドバグを紹介していきます。首や腰が痛くなるといった方は、首が硬い、首の筋肉が弱い、腰が痛いということは腰が硬い、そういった原因で首や腰に痛みがきます。もちろんお腹に効かせたいのに首や腰が先に痛くなっていては、お腹に効く前にやめるようになってしまうので、ですので自分のレベルに合ったデッドバグをしてもらうために、初級、中級、上級と3つ各5回一緒に行ってもらえたらと思います。このデッドバグのいいところは、腹直筋、外腹斜筋、腹横筋、3つとも少ない回数で効かせられるというところです。なおかつ骨盤を立てる意識というのができてきますので、お腹が出ている原因が骨盤の角度、そういったところに原因がある方は簡単にお腹を引っ込めることができます。ですので動画を見ながら一緒にやってもらえたらと思います。では紹介します。まずは上級編からやっていきます。はい、やり方としては、天の足も軽く広げます。足を少し浮かせます。腰をしっかりつけるために骨盤を立てます。おへそを自分の顔に向ける意識です。この状態で上半身も少し起こして、息をふーっと吐き切ったら1回です。1回やったら1回体を倒します。これをまず一緒に5回やっていきましょう。首が痛い方は頭をしっかり起こしてください。平気な方は頭を上げた方が頭も負荷になるので、よりきついデッドバグが行えます。では一緒にまず5回いきましょう。いきます。休みます。2回目いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、だいたい10秒間息吐いてください。3回目いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。4回目いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストです。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 今の上級編で腰が反れて腰に隙間ができている方は、お腹を締める力が弱いので腰が反れて腰が痛くなるっていう現象になります。そして頭を起こしとかないといけないので、首が痛かったって方は首の筋肉が少し弱いや硬いっていう原因がありますので、まずは今の上級は続けないようにして、今からやる中級初級というのをやってみてください。では中級やっていきます。腰が反れてしまう場合、お腹を締める力が弱くなって腰が反れて、お腹ではなく腰が痛くなるので、中級編は体を揺らします。揺れるためにちょっと足をですね、上級編より少し狭くします。そして頭はしっかり起こして、手は万歳、もし首が疲れれば手を少し上目でも OK です。辛くない人は下ろします。これで足を浮かせて
こういう感じで少し揺れてください。揺れるためには腰を丸くしとかないと揺れることができませんから、腰が反れないように腰を丸める、お腹を締める、腹筋に効かせる意識がより簡単にできます。ですのでこれを一緒に5回やっていきましょう。一呼吸1回ですので、できるだけ長く息吐きますから、意識を10秒間ぐらい息を吐いて1回です。揺れるペースはゆっくり揺れてください。では行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 2回目いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 2回目いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 3回目いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 4回目いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 あー疲れてきた。よっしゃ頑張っていきましょう。5回目スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 いやー上級中級と今やってますから、だんだんお腹に来てると思います。最後初級編、今やったね上級中級両方腰と首に来るよっていう方はこの初級編をやってください。では一緒に行きましょう。はい、初級編の方は足を上げて頭を手で持ってください。それで足をゆっくり下ろした際に腰が浮いてしまうと思うので、足を下ろした際に上半身を少し持っていかれる感じでクッと起きます。息はこっからふーっと吐きながら、吐きながらふっ、今の感じで1回です。足を下ろしていきながら息を吐いて、足が降りた時に上体をちょっと起こして腰を丸くするっていうので1回、これを5回いきましょう。頭はあんまりグッと手で持っちゃうと首痛めるので軽く添える程度です。3分の1ぐらい頭を持ってあげる感じです。いきます。スタート。1、2、3、4、5。 OK、 お疲れ様でした。今の下腹ポッコリに効くデッドバグ3つやったんですけども、腰と首が痛くなかったやつをやってもらいたいと思います。もちろん上級編が一番それはもちろん効きます。ですが首と腰が痛ければお腹に来る前に疲れてしまうので、まあ中級初級自分のレベルに合ったものをやっていってですね、まあ最後には上級編を試して首が痛くない腰が痛くないっていうのを確認しながらチャレンジしてもらいたいと思います。今回たったの5回です。これをすることでお腹を押さえる腹横筋、骨盤を立てる、お腹をへこませた姿勢というのが身につきますので、単純に体脂肪が減っても姿勢は変わらないので、姿勢というものから改善することがおすすめです。頑張ってみた方、よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS もやっておりますので、説明欄からよかったらリンクフォローしてもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。